シャドウ DN8 は F1 コンストラクターのシャドウが製作したフォーミュラ1カーである。マシンデザイナーはトニー・サウスゲート、デイブ・ウォース。1976年シーズン用に開発されたが、前年までのスポンサー、UOP の撤退による資金難とサウスゲートがシーズン途中にロータスへ移籍したことにより制作が遅れ、完成、デビューはシーズン後半の 第11戦オランダ GP。シャーシ 1A はトム・プライスにより初レースで4位入賞。翌1977年のアルゼンチン、ブラジルの南アメリカラウンドもプライス用の 1A のみで参戦。第3戦南アフリカ GP でマシンを大回収。フロントノーズにあったオイルクーラーをマシン両サイドに移設。それに伴いサイドポンツームが前方に伸びて大型化する。 また、ギアボックスを5速から6速に変更。それと同時に2台目のシャーシ2アンペアが完成し、プライスが使用。それまでの 1A は、ゾルジオとなる。しかし、このレースで、プライスが、事故死、2A は大破。その後シャーシ 3A が製作される。オーストリア GP からシーズン途中に復帰した、サウスゲートの手により再び回収されたシャーシ 4A が登場。 アラン・ジョーンズによって、シャドウに、チーム唯一の優勝をもたらした。1978年は、DNQ の投入までのつなぎとして出走した。1976年の7ポイントは、シャドウ DN5 バイトが獲得。1977年の1ポイントは、シャドウ DN5 バイトが獲得。1978年の4ポイントは、シャドウ DNQ が獲得。ありがとうございます。